どうも、中森大です。中野慎一郎です。すいません。カエルの井戸端ニュース、今、ちょっと車中で撮ってるんですけれども、いろいろあって場所が取れずに。そうですね。今回、ちょっとね、なかなか時代を感じる面白いニュースあったんですよ。おのうし？今の文化祭は、単なるインスタ撮影会。うん、現役教師が絶句、映えに支配された学び屋の想像を超えた実態っていう。どういうこと？まあ、そのタイトルの通りで、要は今の高校の文化祭についての話で、これすげえ面白いんですよね。今時の高校の文化祭ってものを現役教師の方々のコメントとかで浮き彫りにしていくような記事なんですよ。はいはいはい。で、マジなんかね、現場の人レベルでもかなり賛否両論というのが面白かったんですよね、僕。で、ちなみになんか文化祭自体はなんか昭和の頃と基本的なものはあんま変わってないんですって。あ、そうなんだ。だから模擬店が並んで劇や舞台、バンド演奏とかダンスとかやっていきながら、まあ生徒自身が自分たちで考えてなんか物を作っていくみたいな感じで、こう授業の一環みたいな。ああ、イメージ通りの感じ。そう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 、うん。僕とかは参加したことありますけど、まあ中卒のしんちゃんはあんまり高校の文化祭をあんまり詳しくないかと思いますけれども。イメージ通り。そう、そう、想像で話していこう、聞いてください。はい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 。で、そんな中で、なんか大枠は変わってないけど、結局文文的には変わっててところもあるんですって。へえ。なんか例えば、細かいところやったんだら、みんなで例えばなんか模擬店とかでもさ、衣装をさ、昔はなんか徹夜で縫ったりしてたんですって。あ、そうなんだ。そうそう、裁縫が特に女子生徒とかが。で、今時さ、そんなのぶっちゃけさ、アップティーとかで T シャツ頼んじゃったから安いし早くね。ああ、まあ頼んじゃったでしょ。あと100均とかで何でも結構揃っちゃうわけやん。スリーコインとかあの辺のやつでさ。はいはいはい、はい。で、そういうのでパパパパって何でもすぐ集められるようになったところは、なんか細かいところせずに済むようになったみたいな。逆にだからアイデアを具現化しやすくなった時代みたいな。ほうほう。で、中で、一番変わったって言われてるのがこれなんですよ。スマホの普及による映えの文化らしいんですよね。映えの文化。結局、現代の若者ってもうさ、なんかスマホありきの文化に全部なっちゃってんじゃねえのって話っていうか。ほう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 。で、とあるなんかかき氷屋さんをやることになったクラスの話が載ってるんですけど、商品の盛り付けから店内の装飾とかまで、夢かわいいってご存知？夢かわいい？で、今時の言葉らしいんですけど、夢のようにかわいいっていう。ほう。略して夢かわいいって言ったらしいんですけど、その夢こ、いや、かわいいを合言葉に、要はさ、こう、なんか、ユニコーンとか飾っちゃったりとか、ファンシーな感じ、まあ、夢のようにかわいいわってやつなんやけど、目の前のお客さん相手じゃなくて、はいはい、SNS 映えをね、最も意識した作りになってるんですって。マジで？写真写りが、写真を撮るスポットを作っちゃったりとかも、すべてがそのスマホありきで作られてるっていうか。すげえな。そうですね。インスタでいいねをいっぱいもらえるものっていうのが一番こう考えられてるものとか、TikTok でビューが稼げそうなものみたいな感じでやっぱなってってるっていうか。へー。で、そんな現代のこのさ、スマホありき文化祭に対してさ、すっげえ面白い角度から、意見にとった先生が一人なんですよ。何？ちなみにこの先生、体育教師でダンス部の顧問も務める30歳の若い女の先生らしくて、ダンスっていう文化から若者の文化を切ってたんですよ。文化祭がというよりは今の子供たちがみたいな話になってしまいますけど、ダンスのスケールが小さくなってしまったという印象は拭えませんねっていう。自分の動きを動画で撮影して確認できるし、修正もしやすいんで、スキルはすごく上がっているんです。はいはいはい。ここ5年くらいで個人の動きのレベルはかなり高くなっている。でも、踊りが禁止的というか、まあ、禁止って近くを見るとか言って禁止的というかね。はいはいはい。要はね、小さなスマホの画面に映る自分しか意識できないし、画面の中でどう映るかということしか意識しないんですって。そんなに。だから、かなり遠いところで練習してる生徒をかなり遠いところから動画撮ってやって見せると初めて、遠くから見ると何をしているかわからない。ないんですねと気づきますがっていう。へえ、そんな。要は TikTok とかのこの、このくらいの距離でなんかこんなんやっとるやつがありきで作っちゃってるから、ステージの上でライブだからダンスする時もこのイメージでみんな作っちゃって、この距離で確認しちゃうから全部がこの距離になっちゃってるっていう。あらららら。ら。で、結局だからそういうのがせいで自分の動きが小さいことや舞台映えしないなんていうことはなかなか気づけないんですって。はいはいはい。しかもスマホの中の動画をお手本にして練習してますから、生のスケール感なんかちょっとわからないんでしょうねっていう。ああ、そういうことか。お手本もそこ。はい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 。だから、目指すところもそこになるっていう。ああ、そういうこと。で、さらに追い打ちかけた話が、韓流ブームで K-POP アイドルのダンスばかりやりたがるし、そうですよね。まあ、ブラックピンクで今やったらニュージーンズとかなんですかね。はい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 。で、文化祭の出し物なんて何曲も何曲も韓国の音楽で踊ることたちが続きますけど、はっきり言って、違いがなくて面白みもない。あららら。流行っているんでしょうけど、似たような格好で似たような踊りをしているのがいいと思っているとダンスは上手くならないなとは思いますっていうね。あ、似たり寄ったりか。これすっげえ面白くないですか。すごいね。なんか結局さ、さっきの夢かわいいかき氷屋さんにこれ通ずる話だと僕思ってて、小さい画面の中にどう存在できるかっていうのが全部っていうかさ。あー、そういうことか。これさ、めちゃめちゃドライな表現するならさ、自分をさ、どういう風にさ、デジタル情報化できるか。はいはいはい。が、勝負にしかなってて、そこしか気にしてない話ってなんかすごくない？すごい話だね。アナログの僕たちをどれだけ映える形で、映える形でデジタル情報化するかっていう、はいはいはい、デジタルの世界に閉じ込めるかって考え方しかしないっていうか、アナログ社会を。へー。
ちょっと面白くない？面白いね。まあ、要は結構極端な話になると、こう電脳コイルってあったじゃないですか。あるね。あのメガネかけてて AR の世界なんですけど、あれは。まあこうスマホを通しての世界こそが最も重要な世界になっちゃってるんでしょうね、今の子って。ああ、そういうことか。現実じゃなくて現実をスマホで切り取って、それがで初めて重要になってくるっていうか。いや、なんか困った話だね。そうそうそう。しかもなんかそれをさ、またみんながみんな同じような曲で同じように踊り、同じように映るっていうのがなんかすごい話ですよね。いや、本当だね。でも確かにですけど、青春時代っていつの時代もさ、流行りスタリーに敏感ってステータスではありますけどね。ああ、まあそりゃそうだ。で、なんか結局さ、例えば僕も結構オタク気質で、しんちゃんも割とオタクだったでしょうけど、まあ自分はこう、なんていうのか、世間一般の流行りなんて興味なかったっていう、こうオタク気質の方って、まあ動画をご覧の方でも結構いらっしゃると思うんですけど、自分の好きなカルチャーに関しての、流行には敏感だったでしょ。敏感だったね。でもう僕ぶっちゃけ言うと、自分が好きなカルチャーの中の流行流行りしたりに敏感でもなければ、それはもはやもうオタクでも何でもないと思いますから。まあ確かにね、そこ大事なところ、ね、結局好きなところの流行に関しては敏感だったでしょ、はいはい、お前あれ知らねえのって言ったことあるでしょ。言ったことある。オタクの人って絶対にあります。そしてそれがステータスだと思ってたでしょ、10代の時。いました。そうでしょ、はい、で僕はだから実際10代の時とかなんで、もうなんか例えば青春パンクから始まったような、なんかゴイ捨てとかさ、お懐かしい、イナゴライダーとか、あの辺からオレンジレンジとかグリーンとかって感じだったんですけど、僕中学生ぐらいから高校ぐらいが全く興味なくて、クソより興味なかったんですよ僕。 J-POP に全く興味なかったんですけど、ただ仲間内に関して言うと、僕一番ヒップホップに関してはミーハーで、アメリカで今トレンドが何かってことはもう仲間内で一番追っかけてましたからね。え、お前ディプロマって知らねえの？ディプロマティックイミニティ2マジ名盤やで、まだ聞いてねえのみたいな。あ、そうだね。 DJ キャレットのアルバムファーストコンバイ出たらまだチェックしてねえのお前みたいな。いや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 、ジョンレジェンドエグいからあれとか。全然わかんない。それがかっこいいと思ってましたからね。はいはいはい。だから結局さ、それはもういつの時代もそうなんでしょうけど、でもさ、今の時代はもうこうさ、ネットと SNS ってデジタル空間でさ、最悪やと思うのは、人類史上最大規模の若者の社交場ができちゃってるっていうね。ああ、そうかもしれない。普及しちゃったって言えばいいですかね。はいはいはい、はい。そこにちゃんとついていけるか遅れるかが、なんか現実生活を送る上で本当に重要な要素になっちゃってるのが今の子なんじゃないのかなっていう。ああ、はい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 。そうですよね。だから僕らは、あの頃はこうネットで繋がってなかったから、おのおの好きなものを好きにあのハマっていけばよかったってとこあるんですけど、今割とみんな同じ土俵で乗ることが多いから、ここのメインストリームの乗りっていうのはやっぱりどこまでも敏感にならざるを得ないのかなっていう。ああ、はい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 。ここ僕らの時代と圧倒的に違いますよね。そうだろうね。で、だから僕こういう基準でいつものがなんかネットのおかげで多様性の時代が来たとか結構言いますやん、言いますね。なんか若者カルチャーに関して僕これ完全に偏見なんですけど、スマホと SNS のせいでさ、みんな昔より同じことに同じようなことになんか固執してるようにしか見えなくなってくるんですよね。あ、イメージはね。何やってても結局スマホの中のことにしか固執してないから、はたから見ると全部一緒に見えちゃう部分があるというか、これ僕らがおっさんになっちゃったせいってのもあるかもしれないですけど、ね、どう現実を切り取って、はいはいはい、それをどう、デジタル上にね移すか、そしてどうそれをみんなに面白いと思ってもらえるかってことにみんな執着しすぎてるイメージっていうか、はいはいはい、細かいところは違うんでしょうけど、大枠は大体みんな一緒みたいなイメージを僕持っちゃってるんですよね、はいはいはい。でまあ、こんなのさ、ぶっちゃけ、まあ、正確にさ比較検討できるようなデータなんか取れそうにもない話なんで、あくまで完全な僕の感想なんですけど、でだからそんな時代やもんで、僕なんかこのダンスの先生のことめっちゃ刺さったんですよね。オリジナリティとさ、はい、生のスケール感でめちゃくちゃ重要ですよね。ぶっちゃけ自分人生において、はいはいはい、本当に生きてるのは生の世界を僕ら生きてるんで、まだまだ、うん、そうだね、いずれデジタル電脳空間に全部がいけるんやったら別でしょうけど、うん、う今僕たちはこの肉体を使って五感で中で生きるしかないから、そうだ、ね、やっぱ生のスケール感でめっちゃ重要じゃないですか。あ、今はまたそりゃそうだ。でこれはちょっとまあそりゃそうだって話をしますけど、人間結局本気で感動する時ってスマホの画面の中じゃないですしね。まあそりゃそうだね。あなたの人生最大の思い出を語ってくださいって言われた時にさ、スマホの中で見た情報を語る人ってあんまり俺いないと思うもん。うん、そうだね。結局は。ああ、結局そうなる。やっぱり生なんだと思うんですよ、結局。はいはい。で、まあ実際さ、もうぶっちゃけもう僕らもそうですけど、スマホなしの生活なんかにはもう戻れないんで。うんうん。だから、仕方がないんですけど、この流れとしては。はいはい、だから今の子たちはなんかスマホを手放した方がいいとかさ、はい、今の子たちはかわいそうだとか、そういうの全くなくて、もう今の時代便利だからこうなったら当然なんですよ。そう、便利。ただ、小さい画面の中にしかフォーカスしないのは正直、そうね、つまんないんじゃないか、それだけだったらって思っちゃいますよね。あ、確かにな。でちなみに僕はこれ、完全に私事ですけど、なんかフェスとかさ、観光地とか、はいはい、綺麗なとこ行った時とか、うん、あの僕ねあんまり撮影しないんですよね昔から。あ、そうなんだ。だ理由としてはさ、例えばこう、アーティストのライブで言いますけど、はいはい、なんかさこう
演者が出てきてさ、はい、こうみんな見てて観客が、うんうん、でわーってなってわーってなってるわけやん。同じような画角のさ、はいはい、動画っていや写真って腐るほどみんな撮ってない周りのやつそうなるだろうね。でそれさみんな腐るほどネットに上げるわけやん、うん、あそうかね。えじゃあネットでさ同じような画角のさ腐るほどあるデータがさあのインターネット上に見られるんやったんならさ、うん、自分のスマホの記憶容量さ、うんうんうん、に逼迫させる必要なくねみたいな。あ確かに誰か勝手にアップロードしてくれるやんこの画角って思ってまへん。あ確かに言われるとそりゃそうだ。ちょっと冷めすぎっすかね。いやで結局さわざわざ結局さライブとかやったんだろ遠方までわざわざライブを見に行ってさ目の前でライブしてくれとんのにさそこでもさスマホ越しでアーティスト見とるとかなんか俺バカみたいじゃないかと思っちゃうんですよね。確かにそうだね。そういう人実際いるんですよ。ずっと回してる人、うんうん、もしかしたらそういう人は単純に楽しみに来たんじゃなくてネットでバズりたいとか、はいはい、YouTube に丸ごと上げちゃいたいとか、はいはいはい、そういう横島な人なのかもしれないですけど、はいはい、ずっとスマホで見てる人を見るとなんで肉眼で見ねえんだろうと思っちゃうんですよね結局僕そういう人を見てると結局1秒でも長く僕の方が肉眼で見れてるんだったんならライブに来たチケット代の価値は俺の方が高いんじゃないかってちょっと思っちゃうっていうかそうね生で目の前にそうっていう感じのことを思ったりするぐらい僕は割とひねくれてるんですけど、まあただ皆さんも皆さんで多分この動画ちなみに僕らのチャンネル僕らのチャンネルというか YouTube やってる側ってアナリティクスで皆さんがどんなデバイスで自分たちの動画を見てるかまでデータが僕らに見られるんでスマホがほとんどなんですよ。ってことはこの動画をご覧になったらあなたもおそらくスマホの方が多いと思うんですよ。あ、そうだ。でこのスマホの中ってものにこうフォーカスが行き過ぎてる現代社会皆さんはどう思われますでしょうかっていうところでじゃあお疲れっす。お疲れ。何が起こってるのかもわからねえ有史以来最速の流れ人がゲスペ歩いたあの夜明け Why is humans あれからどこまで待ったなしで食い